殿様バッタの足が6本になるよう改良してみました。はじめの折り方は折り鶴の折り方と全く同じです。ここまで折れたら、足になる部分に糊をつけて貼ります。開いて内側に糊をつけてください。反対側も同じようにつけます。ここからはまた鶴と同じように足になる部分を半分に細く折ります。次にバッタの背中の部分を作ります。羽を折り返します。三角が見えるように折り返してください。今度は頭の部分です。中心の折り目が集まっているところに先が来るように折ります。これを半分に折って足になるところを半分に切ります。内側の足をさらに2つに切ります。これを折り目に沿ってこんな風に折り上げます。2本目の足は、底の角のところに来るように。これで4本足ができました。次にこれを半分に折ります。羽を斜めにぐっと持ち上げて、一番後ろの足を上に折り上げます。こんな風にちょっと前に来るように折ったら、裏側からも同じように折ります。前足がちょっと長いのでハサミで少し切ります。この切ったのも後で使うので置いといてください。中足を折り曲げて、前足を折り曲げて、反対側も同じように折ります。足の先を今度は親指の爪でつまみながら、こんな風に曲げていきます。最後に頭の先に糊をつけて
先ほど切り落とした細い黒髪をここに貼り付けて触覚にします。これで折り紙の部分は完成です。最後に目を描きます。ここでは複眼に見えるようにラメの入った糊を使っています。ペンで描いたりシールを貼ったりしてもいいと思います。ひっくり返してみるとこんな感じになっています。足が6本、これで昆虫のバッタの出来上がりです。少しずつ色の違う色紙でたくさん作ってみてください。